はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は2022年11月16日にリリースが予定されているゼロシーベルトというゲームを紹介していきます。本作は日本語未対応で結構ニッチな作品かとは思いますが、フォロワー数は約2万人、私自身 Steam Next Fest の体験版だけで75時間以上遊べたゲームとなっています。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずゲームの概要から説明していきます。ゲームは終末世界を舞台にしたサバイバルピクセルシューター。放射能に汚染された架空の東ヨーロッパを舞台に、プレイヤーはゼロシーベルトと呼ばれるバンカーに配属されたハンターとなって、敵対する人間やミュータントと戦いながら廃墟とかした世界の謎に迫っていくといった内容です。ストーカーやエスケープフロムタルコフなどのゲームシステムにインスパイアされたと思われる本作は、放射能に汚染された過酷な土地で生き残るため装備を整えて森や工場といったマップで資源や材料といったアイテムを探し、脱出地点から無事にバンカーへの帰還を繰り返すといったゲームの流れになります。ゲームプレイを繰り返すところはタルコフと似ていますが、本作は PVP ではなく PVE となり、シングルプレイの作品です。制作者側もマルチプレイの要望が多いことは把握していますが、今のところ実装する予定はないみたいです。まずゲームのスタートは、新人ハンターとなったプレイヤーがバンカーゼロシーベルトを訪れるところから始まります。ゲームプレイの視点も一人称ではなく、プレイヤーキャラを中心としたトップダウン視点で展開。ほとんどのゲームと同じように WASD で移動。マウスポインターが銃の照準となり、マウスの右ボタンで狙いを定め、左クリックで攻撃とシンプルな操作システムとなっています。バンカーはキャラクターが死亡した時に戻ってくる地点となり、会話可能な NPC からのクエストの受注、銃や弾薬、食料などを販売するショップ、体力やアーマーの損傷を直してくれる診療所、時間を進めるためのベッドなどが用意されています。また、バンカー内にはワークベンチと保管箱が設置された拠点スペースもあり、モジュールと呼ばれる施設を設置してアップグレードしていくことで様々な恩恵を受けることもできます。クエストの準備が整ったら、装備、食料、回復アイテムを持ってマップに出撃しますが、インベントリーには重量制限があるので注意。基本的には防具以外のほとんどのアイテムはマップで調達でき、最低限の探索に必要な食料、水、弾薬はショップから購入可能です。準備が整ったら、バンカーの入り口にある電車に乗って出撃。最初は森マップでのクエストがメインとなりますが、先に進むにつれ工場やマーケットなど複数のマップの探索に向かうこととなると思われます。体験版では森と工場しかなく、森以外は乗車賃が発生していましたが、どうもアップデートで乗車賃は発生しなくなったみたいです。マップは一部固定配置された建物以外はランダム生成。獰猛な野生生物や敵対的な人間、ミュータントなど、無数の脅威が存在しているフィールドを探索し、クエストやクラフトなどに必要なアイテムを探してバンカーに持ち帰ることが主な目的です。到着時にはキーボードの M ボタンで表示されるマップで自身の現在地や脱出地点を確認。マップに表示された緑色の円マークが脱出地点となります。探索する上で気をつけなければならないのが自身の体調管理。プレイヤーにはヒットポイントはもちろん、疲労、空腹、喉の渇き、放射能による被爆度が設定されており、ジリジリというガイガーカウントが鳴るときは注意が必要です。これらのステータス管理を行いながら探索を進めていくサバイバル要素があります。ゲームは 2D であるものの、よくある FPS シューターのように敵の足音や銃声のする方向などを聞き取り、相手に悟られずに近づき戦闘有利に進めるゲームプレイ。建物や遮蔽物がある場合は敵を視認できないので、うまくクリアリングすることが重要。ほとんどの敵は複数人で行動しているので、複数人での攻撃を受けてしまうと一瞬で死ねます。また敵からの攻撃によって流血を起こすことがあり、これも素早く止血しなければあっという間に死を迎えます。最初のうちはすぐに死んでしまいますが、持ち込んだアイテムやお金はなくならず、時間だけが経過してバンカーの入り口に戻るだけなので、気軽にトライアンドエラーで挑戦できるのもいいです。探索を進める中で銃を持った敵を倒して武器を入手できますが、敵の持っている武器は耐久度が非常に低く、すぐにジャムって使い物になりません。銃は新しいものをショップで購入するか、クエストの報酬、それか高額な修理キットで直すことになると思います。
そういったさまざまな困難を乗り越えて脱出することができたら、クエストの報告や不要品の売却で得たお金で装備、消耗品の購入、アーマーの回復をしながらゲームを進めていきます。また武器や装備での自身の強化だけではなく、スキルでの強化要素もあり、例えば銃で攻撃すれば射撃熟練度が上昇したり、走ったり重いものを運んだりしているとスタミナ熟練度が上昇したりと、何らかの行動をしているだけで自動的に上がっていきます。そういったスキル熟練度が一定まで達すると、それぞれのスキルごとに存在する3つの専門スキルから1つを選んで、自分好みのプレイスタイルで遊べるキャラを作っていくこともできます。体験版では実装されていませんでしたが、派閥との友好度なども今後実装されていくようで、バンカーゼロシーベルトを拠点にしているグリーンアーミー、フィールド上で見かける科学者サイエンティスト、工場マップにいるクリムゾンコーポレーション、ならず者バンデット、これらの派閥との関わりもゲームプレイに影響を与えていくようです。あとは体験版を75時間以上遊んで面白かったのは確かですけども、問題点もありました。一番気になったのは見えない敵がいることです。おそらくマップがランダム生成された時に、建物と敵の出現が重なって敵が身動きが取れないのはいいんですけども、透明になって表示されていないというバグがありました。これによって建物の扉に入る時にダメージを受けてしまったり、他の敵と戦っている時に遮蔽物に隠れたつもりなのに見えない敵からダメージを食らっていたりということがありました。これはアーリーアクセスリリース時には修正しておいてほしいバグです。あともう一つは大したことはないんですけども、クエストの放棄機能が欲しかったですね。あるクエストを先に完了してしまうと、別のあるクエストが完了できない状態となりました。完了できないのは良しとして、クエスト欄に未完了で表示され続けるのが個人的にかなり気になりました。普段ゲームをしててもバグをバグと認識せず、こういったゲームの仕様なんかなと思いながらプレイしてしまうので、気づいた問題点は少ないかもしれませんが、参考になったら幸いです。はい、今回はゼロシーベルトというゲームを簡単にですが紹介させていただきました。私自身体験版をプレイした印象では日本語未対応ということもあって、クエストを通したストーリー性はあまり感じませんでしたが、繰り返し出撃して必要資源を集めて拠点のアップグレードやキャラの強化、銃の強化といったハックスラトレファン要素、未開のマップを進み強敵を倒してレアなアイテムを入手するなど、不思議と飽きずにプレイできる中毒性の高い作品だと感じました。ゼロシーベルトは2022年11月16日リリース予定、日本語未対応の作品です。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。